少し探すか。一つは待ってたぜルフィ。ち、やっぱこういうことかよ。戦わないってわけにはいかないのよね。
ああ。下がってて、ルフィ。ここは私たちが。いや、俺がやる。でも。やるって言ってんだ。やらせてやれ。あいつはエースじゃねえ。行くぞ、ルフィ。お前が誰に勝てるってよ。腹でもかかってこい。フィニッシャー。やめてくさい。
こにはもうレッドのおっさんはいねえみてえだな。よくわかんねえけど、こいつルフィの大事なやつなんだろう。なんでそんなやつと本気で戦えるんだ。大事だからよ。大事だから本気で戦ったのよ、あいつは。大事だから戦う？人のことよりてめえはどうなんだ。大事な奴の隣を奪われたままでいいのか。親分の隣。お前らは親分を知らねえからそんなことが言えるんだ。ああ知らねえ。この中であいつを知ってるのはお前だけだ。さて、次はどのあたりに。何の騒ぎだ。あれは砲弾の音だな。砲弾？おいおい、まさか海軍に駆けつけられたんじゃねえよな。音は島の中から聞こえてますよ。レッドが用意した次の戦場ね。行くぞ、お前ら。頭で考えすぎなんだよ、お前は。たまには本能に従ってみろ。本能？取り出すの？取り出すの？海賊って嫌いじゃないわ。それでいいの？毎度あり。